逆にあのプロテインを使っていただいた方が、うん、あの効率よくタンパク質源が取れて、太りづらくなる。皆さんこんにちは、Bレジェンド住田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理吉野宇野目です。今日はね、最近ね多く寄せられているお客様からのお問い合わせにね、ちょっと宇野目さんを読んで回答していただきたいと思います。早速なんですけどね、はい、寄せられている内容としましては、うん、プロテインは太るんですかっていう、こうメールでのねお問い合わせとか電話でのねお問い合わせで非常に多いんでね、せっかくなんでね、この機会に宇野目さんにねちょっと回答していただきたいと思います。はい、確かにその質問、私の周りの方もすごく多くいただきますね。特になんか女性とか、プロテイン飲んだら太るんじゃないのとか、うん、まあ、普段から特にプロテイン飲み慣れてない方からそういうご質問いただくことが多いんですけれども、はい、あとそもそもプロテインっていうのは、まあ、イメージとすると結構マッチョな人が飲んだりってね、まだそういうふうに思ってらっしゃる方多いかと思うんですけど、うん、まあね、そういった薬ではなくで、はい、プロテインというのは、まあ、タンパク質、日本語にするとタンパク質という意味なので、うん、プロテイン飲む、つまりタンパク質を、多く摂取するというふうに考えてまずいただきたいと思います、うん、でその上でタンパク質をねたくさん取ったら太るのかと言いますと、確かに取りすぎた場合にはやはりタンパク質もエネルギーにはなりますので、取りすぎた分のエネルギーっていうのは使うことができないので蓄積されていくので、確かにそうすると太りやすくはなるんですけれども、まずBレジェンドのプロテインってだいたい1食 20g のタンパク質が入っていて、エネルギーにすると100キロカロリーちょっとぐらいになるんですね。でそれでいてタンパク質以外の糖質とか脂質というのは極めて少ない量で、うん、タンパク質が摂ることができますので、すごく効率よくタンパク質を補給できる、ものになっているんですね、うん、で、まあ、タンパク質摂る目的って人それぞれいろいろあると思うんですけれども、やはり筋肉つけたい場合には、タンパク質を摂った方がより効率よく、筋肉がつけやすくなるんですね、うん、まあ、もちろん運動という刺激がないと筋肉はつかないんですけれども、でそのタンパク質をじゃあ多めに摂りたいとなった時に、はい、食べ物からももちろんタンパク質摂ることができます。ただ食べ物で、同じじゃあ 20g 分のタンパク質を摂ろうとすると、お肉とかお魚とか大体1人前ぐらい、うん、摂らないと摂れないんですけれども、はい、その際に脂質ですとか多く摂れてしまうので、うん、そういった観点からも、プロテインで摂ると本当に余計なものを摂らずに脂質とか糖質を少なく抑えて、タンパク質を取ることができるので、うん、そういった意味でもですね、プロテインを取ったからといって、太りやすいということは言えないかと思います。なるほど。うん、なので逆にプロテインを使っていただいた方が、うん、効率よくタンパク質源が取れて、太りづらくなる。タンパク質には多く取ると食欲を抑えるっていう、そういう研究結果の報告もありますので、うん、まあ、より、食欲を抑えるという意味でもプロテインというのは、そういう減量する時とかにも向いてるんじゃないのかなというふうに思います。プロテイン取られる方ってこう運動している人とか、うん、もう運動されずにこうタンパク質だけ取りたいっていう人もいるかと思うんですけど、まあ、その人によって取る回数とかって違うと思うんですけど、うんうん、その辺はどうですかね。まず運動している方であれば、うん、運動する目的にもまあよるところはあるんですけれども、うん、トレーニングとか練習をしてその後にプロテインを飲んでいただくと、そこの筋肉の発達っていうのが、促進されるかと思うんですね、うん、なのでまず運動後というのは絶対取っていただきたいタイミングで、うん、でその他に、タンパク質っていうのはまあ、体のいろんな部分を構成している材料にもなっていますの で、まあ、24時間その私たちの体ってタンパク質の合成と分解というのが繰り返されているので、まあ、こまめに摂ることがすごくいいって言われてるんですね、うん、なので、まあ、お食事でどれだけ、タンパク質が補給できているかにもよるんですけれども、より筋肉をつけていきたいという方でしたら、だいたい自分の体重 ×2g ぐらいはタンパク質摂ってもらいたいので、うん、
大体の1回の食事で取れるタンパク質量って、まあ、普通の1人前の量でいくと 20g ぐらいなんですね。そうすると食事で3回の食事で 60g になるので、残りの、足りない分というのを、プロテインで補っていただく。なるほど。特にまあ女性で小食の方とかっていうのは、うん、おそらく1回の食事量で、その 20g のタンパク質取れてない方っていうのもいらっしゃると思うんですね。特に朝食、朝とか、そうそうね、抜く人いますよね。朝からそう食べて、まあ、卵1個とか、ね、卵1個ですとタンパク質も 8g ぐらいになりますので、はい、それだと少ないので、ね、そういった方は、朝食の時にさらにプラスアルファで取っていただいてもいいですし、ね、まあ、朝とお昼の間ちょっと小腹が空いたなっていう時のタイミングで取っていただいてもいいですし、なるほど、運動してない方でも、だいたい自分の体重かける1グラムぐらいは、うん、1日のうちに取っていただきたいと思っていますので。なるほどね。結論としては、プロテインは飲んだからといって、簡単にそう太るわけではないっていう形で、いいですかね。そうですね。はい。まあ、1杯、2杯、飲んでいただいたところで、うん、まあ、エネルギーというのはそんなに多いわけでもありませんし、逆に、まあ、筋肉を作る材料にもなりますし、体自体のね、調子を整えてくれると思うんですね。やっぱりいろんな材料になりますから。そうですね。なので、まあ、まとめて一気に取ってしまうと、2杯とかね、一気に2杯分とか取ってしまうと、うん、タンパク質として、使われづらくなって、でそれがちょっと余ってしまって脂肪になりやすくなったりもするので、だいたい1回の量っていうのはね、まあ、体型にも体格にもよるところはあるんですけれども、女性とかでしたら1食分を取っていただいて、それを1日に1回とか2回とか食事と食事の間とかに、まあ、取っていただきましたら、効率よくタンパク質が補給できて、で食欲もちょっと抑えることができたりして取りづらくなるかと思いますので、ぜひですね、まあ、タンパク質っていうのをですね、まあ、太りやすいものと敬遠するのではなくって、まあ、美容のためにもいいですし、そういったちょっと減量志向の方にもぜひ、飲んでいただきたい、ものだと思いますので、そのようにお考えいただければと思います。こう清涼飲料水とか、うん、缶コーヒーとかこう飲んでる方いるかと思うんですけど、それ結構ね、多分カロリーってプロテインより案外高かったりすることがあると思うんですよね。それでいて栄養価もね、そう低いと思うんで、そういうところをプロテインにしていただくだけで、うん、そのタンパク質っていうのを効率よく補えるんでね、うん、それでいてね、その分のエネルギーとかも抑えれたりしますから、そういったところから変えていただければいいんじゃないかなと思います。それではね、今日の動画がねためになったと思う方は、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。